こんにちは、エヴァチャンネルです。今日はイタリアのブランドマジーを紹介しています。マジーといえばプロモリのロードバイクが有名なんですけども、今日紹介させていただくのは、小径車のミニベロと言われる小径車を紹介させていただきます。これは、非常に、珍しい車体でして、今、現行モデルではないんですけども、眠ってる素晴らしい時代を、探してきました。こちらの電車の特徴は、ロードバイクのフォルムに近い形にしてあるので、見た目がすごくかっこよくできていることです。走りが軽快になるように、ロバティックも、ホイールを採用、前後で採用しております。ドロップハンドルでロードバイクのような、デザインながらもクラシカルな要素、ダブルレバーを採用してまして、フロントは1枚ですけれども、リアは8枚というところで、街乗りに最適な、仕様になっております。で、ところどころ、マジらしい、おしゃれなデザインが施されておりますので、これは、きっと気に入っていただける時代になると思います。で、この自転車は、1台限りの特別使用車になりますので、若干、こちらに、傷が少しある程度ですけれども、それ以外は、非常に綺麗な状態になっております。ぜひ、こちらの自転車に興味を持たれましたら、神崎エヴァーレ店さんにぜひお問い合わせください。ありがとうございます。